ビシュケク国立大学は、ビシュケク特別市に本部を置く、キルギス共和国の国立大学である。1994年に設置された、大学の略称は、ビシュケク人文大学は、1979年に、キルギスソビエト社会主義共和国立、フルンゼロシア語ロシア文学教育大学として、創立され、キルギス共和国独立後には、国立言語、 人文科学大学に、改唱、1994年、教育科学省の方針に基づき、ビシュケク人文大学と名称を変更し、現在に至る。正式名称は、カラサエフ記念ビシケク国立大学である。ロシア語、キルギス語での略称は、英語での略称はビースである。2019年7月の教育科学省令により、ビシュケク人文大学から、 ビシュケク国立大学に名称変更となった。キルギス共和国における本格的な日本語教育の草分けの一つであり、2004年にはキルギス共和国の高等教育機関として、初めて東洋国際関係学部に日本語日本文学講座が開設された。日本語日本文学講座には、2016年5月時点で、第一東洋言語、第二東洋言語、 修士課程の学生を合わせると、113名が在籍している。学部は、全員9学部、一通信教育部で構成されており、各学部に講座が設置されている。東洋国際関係学部図書室、インスティチュート、短期大学部、附属立位、大学附属図書館が設置されている。ビシケク国立大学には、ボランティアサークルシドックが存在する。 学生が主体となって、社会貢献活動を積極的に推進している。具体的には、肝炎予防プロジェクト、エコロジーをテーマにした活動、青年カンファレンスの企画、開催を行っている。キルギス国内で活動している、ジャイカボランティアと共同で活動することもある。東洋国際関係学部日本語日本文学講座の学生は、 毎年多くの学生が日本語弁論大会に参加し、国際大会にも出場している。また、キルギス共和国日本語教師会やキルギス共和国日本人材開発センターが主催する行事、ジャイカボランティアが企画、運営する行事に積極的に参加し、日本文化体験やプレゼンテーションを通じて国際的な視野を広げている。2017年4月には、 大学コンサートホールにて第21回中央アジア日本語弁論大会が実施された。中央アジア日本語弁論大会はキルギス、カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタンの5カ国の代表が集う国際大会でキルギス、ウズベキスタン、カザフスタンの3カ国持ち回りで行われている。年に4回定期的に大学の起用を発行し、 教員の研究成果を外部に公開している。起用の論文は、大学ウェブサイトでも公開されており、アクセスすることができる。東洋国際関係学部日本語日本文学講座の、教員については、異文化コミュニケーションや日本語教育の研究活動と、ともに、キルギス人日本語学習者のための日本語、学習教材開発や、 日本語母語話者のためのキルギス語、ロシア語教材の開発などにも力を入れている。大学では、JICA や KOICA などのボランティア教員を中心として、アメリカ、ドイツ、日本、韓国、トルコ、中国からのネイティブ教員が活躍している。学術交流及び交換留学、講師派遣に関する協定は、CIS 諸国、東アジア及び東南アジア諸国、 中近東、欧米など、多数の教育機関、研究施設と結んでおり、学内に協定校の分室としての役割を果たす、学術センターもいくつか開設されている。北海道教育大学、大阪教育大学、筑波大学、青山学院大学、あと見学園女子大学、茨城キリスト教大学、創価大学、国士館大学上記の大学と協定を結んでおり、 交換留学や日本語教育インターン実習、図書寄贈と大学間の交流が活発に行われている。ありがとうございます。